どうも戦国係長の成です。今回は安中城番外編として旧安中藩郡奉行役宅というかつて安中藩の郡奉行役を務めた武士の家が現存しているのでお城動画の方でカットするのがもったいなくて別の動画とさせていただきました。お城の解説も気になる方は動画説明欄から安中城の動画はこちらからご覧ください。では行きましょう。郡奉行役のうちは15代藩主勝明の側近山田三千が住んでいたと伝えられていて、年代でいうと1800年前半の頃に建てられたと思われます。郡奉行とは領内の警察権とか裁判権を有するめちゃくちゃ上の位の役職で、時代劇に出てくるお代官様たちを統括するポジションにありました。入り口から立派な長屋門ですね。左手に受付があって、当時の同心、まあ今で言えば警備員みたいな人ですね、がここに詰めていたんですね。ナイス。安中城の図、すなわち安中城図。安中城図。安中城の紹介動画でも出しました安中城図はここで購入しました。なんと1枚500円なんで買わなきゃ損ですよ。うん、あ、埋まってる。本当だ。はい、水が出るようになった。トイレ、洗面所か、トイレか、お風呂か。この部屋は部屋なんですよね。部屋、何をする部屋なの？トイレじゃないんですよ。地上この一言だけで、この誰って下男の人の寝室なんです。寝床、ここで寝るんだって、女部屋はないのって。下男ってわかる？わからない。優しく言えばお手伝いさんみたいな感じ。そうだ。あらゆるねここで洗い物して、これ水がスーッと流れるようになってるの、表に。ここから、うん、こう勾配、斜めになってる。ちょっとあ傾いてるんだ。水ね、うんうん、表にこう亀があるの。あそこに水が溜まるようになってる。で、ここね、昔はね、畑だった。うん、だからリサイクルだね。すごいね。そういうことか。リサイクル。お嬢さん、これ面白いよ。雨戸を閉めるの、うん、お、鍵、お、は、鍵、これで開かないんで、泥棒入んない。こことここだけ、これをね、こういう風にやっとね。あー、そういう仕組みか。うん、うん、でね、こうやってここだけ飛び出るんですよ。おー、頭いいよね。うん、すごい。普段開きません。うん、そっちの方やってごらん。やってちょうだい。閉めて、閉めて、で、上げて、ずらして、うん、鍵閉まった。それで戸締まり完了。開かないんだよ、これ。すごーい。そう、開ける、うん、おはよう、ね、ここの2つだけはこのやり方でね、なってるんです。すごいね。うん、すごいよね。この人は最後に住んでた碇久右衛門という人。あ、明治になってもこの人住んでらして、この子孫の方が30年前までここに住んでたんです。へえ、昭和の終わりまで。それはすごい。30年前はそんなに戸締まりしない時代でしたもんね。いや、そう開けっぱなしの時代でした。寒いし、あ、暑いしですね。あ、2つだって。こっちがね、お客さんの出入り口なんですよ。ご主人とね、お客さんしかここは入れない。パパだけはここから入れる。畳のへりがあるでしょ。はい、うん、こっちは畳のへりがないんですよ。あ、確かに。だからこっちの方がちょっと上等だってことは、ね、なるほど。上等にできる。上等に、うん、まあお客さんに見える、一番見られるところが、あの、なんかあるといけないって言うんで、こう刀がね、伸ばしたんですよ。ててあ、本当だ。そうそうそう、見たい見たい。2つあるから、2つ置くとこあるから、大小多分置いてあったのかもわかんないんだけど。あ、いざとなったら。これは中身空っぽ。あ今はねあるとほら、ね、そうだよ。そうだね、来ちゃできないでしょ間違ってきちゃう。トイレは2つあって、
あ、床の間もこっちにあるお客さん用。向こうは床の間ないんですよ。あ、便所って書いてある。そう、便所。お、模様が本当だ。トイレ、昔のトイレで。昔のどこに便所。まあ寝室ですね。ラウンド。ラウンド。まあ何も置いてないんだけど。あ、湯戸の。これもね、閉め方がね、右左やると開いたり閉めたりなんの。あ、そういうやつか。あすごい。こう。お風呂場だからさ。うん、一応ね。そう、見えないように。ね、見られちゃうからね。すごいね。すごい。かやぶき屋根だ、うん、この細いやつがね、かやって言うんですよね。この材料は今はほとんどなくてね、うーん、職人さんもいないんですよ、うーん、群馬にはね。いや、かやぶきの職人さんっても食べていかないもんね。今時そうですよね。ねえ、ここの先に長屋がありますからね。ああ、そうですよ。長屋も一緒に行ってください。それと両方一緒にこうかやぶき行けられなかった。1000万円かかったんです。キャー、あんな橋そんなお金ないしね、予算もないし、買えなきゃいけないんだけどな、困ったなっていう状態でずっと続いてる。で、享保年間のお雛様ですね。あ、じゃあお雛様だって。徳川吉宗の時代にお雛様がこうどんどん大きくて豪華でキラビラからってこう競ったらしいんですよね。それで契約令っていうのを吉宗が出して、これ以上大きいものは当時としてはないんです、ね、へえ。当時もっとあったんですか、これ以外の。あの、いや、ないです。どっかのその辺の古道具屋みたいなところで、うんうん、誰かが拾ってきて、ちょっとこう掃除したらこういう状態だったってんで、ここにも寄贈されてたんですよ。こんな綺麗に残ってるのすごいですね、うんうんうん、すごいすごい。その辺に転がってたやつらしいんです。お宝だよ、お宝。大発見だ。ね、この先に五郎っていうところがあるんですよ、はいはい、20分ぐらい行ったところ、うん、はい、そこで毎年3月にお雛様の祭りをイベントを1ヶ月間やるんですよね。もう気持ち悪いぐらいのね、お雛様をこう階段のところにジャーッと並べて、気持ち悪いぐらいの、ね、その時にこれ持っていくんですよ。それで1ヶ月間向こうでその五郎雛って言ってね、飾っといて、で終わったらここへ倉庫で、倉庫があるですね、ここ。この人形は一番上ですか？いや、どこに飾ったのかよくわかんないんですけど。とにかくすごい量ですよ。テレビで一回見たことあります。うんうん、今度行ってみよう。面白いよ。へぇー。え、なんでそうなってるんですか？ここだけで。おーいって呼ぶんだよ。おーいって。すごいね。引き台っていうのは、あの、ちょっと高くなってるでしょ？はい。これ昔ね、カゴがあるじゃないですか、はい、カゴがそこまで来て、うん、ここにいて、ここでこう、あの、あ、わらじじゃないけど、草履みたいなのを脱がないで、ここが降りておいて、でそのままカゴがね、カゴに乗れるようにちょっとこのぐらいの高さ、高くなってます。あ、じゃあカゴに合わせた高さなんですか？そうですね。あ、この板の上にカゴを乗せるんです。いや、向こうにカゴ、そっちの方に、石の方だ。で、ここ降りて、そこで、そうですね、じゃあ土足、そういう風に、うん、まあ聞いたんですけどね、私カメラですか、これ。あ、カメラです。映っちゃってる。顔は映さないようにしてます。でもすごい分かりやすい説明。ねね、ママは NG ですよ。はい、こういう針が好きだな。ゆずちゃん何歳？7歳。本当？うん、あ、何歳って七五三ですか？あ、七五三です、今年。そうですね。うん。いや、大変ですね、この子供さん。大変ですね。毎日ママ怒るしね。では毎日怒るよ、ママも。はい、靴履いてください。いや、はい、幸せ与えてくれてるわね。ねえ、ねえ、はーちゃん。ギアの中に入っている種だ、それ。鳥さんが食べたのかな。ギアがいっぱいあるよ。なんか気持ち悪いぐらい。いっぱいあるって。食べちゃダメなんだよ。なんで？食べていいよ。え、食べていいんだって。じゃあ食べよっか。おやつに。酸っぱい、酸っぱい。うん。酸っぱいの？あ、
こんなの。よかったね。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ、また来てね。ありがとうございます。お、なんか見えてきたぞ。ガイドさんにお礼を言って、今度は旧安中藩武家長屋に行きたいと思います。武家長屋は郡奉行役宅と交差点のすぐ向かいなので、そのまま歩いて向かえます。あれ何？すごいね。ちょっと追いかけてくる。なんかあるよ。待って。あったよ。ビワ？気持ち悪いぐらいあるって言ってた。面白い。あ、本当だ、すごい。うわ、すげえ。本当だ。わあ、長屋だ。広いね。こっちの方は全ての部屋には上がれませんのでご注意ください。今日は丸い木を探したいんだ。一番手前の展示ケースのある部屋には上がれます。入れるんじゃ。じゃあ入りましょう。入り口にノートがあったので記入しておきました。そうだ、ね、ハッピーバースデートゥーユー。これママ10月が誕生日、ね、誕生日が遅すぎる。お母ちゃん見てよ。長柴かけた、うん、何もいないよ。あ、すごいね。スケスケだね、なんか。ね。あ、でもなんかすっごいなんか職人芸っていうかさ、うんうん、なんかもうすごいギチギチに縛ったりして、丈夫そうだよね。もうママの大好きな光景。こういうのが好きな。こういうのが好きで、こう針とかさ。先ほどの一軒家のタイプはごく一部の上級武士だけが住んでいたようですね。ちなみにこの武家屋敷長屋、まあ長屋の方は納得しますが、これらの建物は武士たちが各々設計建築したのではなくて、藩の方で用意されたいわば社宅のようなものだったんですね。説明版によると長屋の庭は庭園風に今なってるんですけど、当時は武士たちの生活を助ける畑として利用されていたようなんですね。さっきのおじちゃん、ビワ食べていいよって言ってたけど、まだ食べらんなすね。先ほどもありましたが、水と土地も無駄にしない、もったいないの心は大切な日本の文化ですよね。うん、あ、ここはいける？あ、ここも入れない。でも台所がある。じゃあここがあれかな、女の人がお仕事するお部屋なのかな。ここが建物は四軒長屋となっていて、ほぼ同じ間取りとなってるんですけど、一番奥の一軒だけ一部屋多い間取りになります。幕末の頃の住人の記録も残っていて、安中藩の家臣の中では中くらいの武士たちが住んでいたようです。入れるね。ここでお料理するんだよ、はーちゃん。お鍋を置いて下から薪で火つけて。結構広いね。うん、いや、お庭はあっちで、反対側だよ。ここは入り口だよ。というわけで今回は安中城番外編として旧安中藩郡奉行役宅と武家長屋を紹介しました。安中城自体の遺構はほとんどありませんが、こういった建造物が市街にいくつも残されているのでおすすめです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。かっこいい。ブヤ。大丈夫だよ。母ちゃんのお茶を買ってくれます。何なの？じゃあ1個だけ。2個ぐらい開けたっていいじゃない。こんなに持ってた。置いてかれちゃうよ。